ゼは、ジョージアの外交官、政治家、欧州、欧州大西洋統合担当国務大臣、中アメリカ大使を歴任。バクラゼは、トビリシにて誕生し、トビリシ国立大学を卒業して、国際法の学位を取得。1996年に、大統領府の広報部にて勤務。1997年から2002年まで、 ジョージア国家安全保障会議の職員として勤務。2002年に外務省に入省し外交局に配属。2002年から2005年までジュネーブにおいて国際連合初期間その他の国際機関に駐在。また、スイスに参事官として駐在した。その後、2008年までは外務省ヨーロッパ局長として本国勤務。 バクラゼは2008年から2012年までスウェーデンおよびフィンランドの大使館にて上級参時間兼代理講師として勤務。2012年4月から2014年11月までギリシャ及びセルビアで特命全権大使。2014年11月、バクラゼはジョージア首相イラクリガリバシビリから欧州、欧州大西洋統合担当国務大臣として任命を受けた。 全民のアレクシペトリアシビリの辞任に伴う人事であった。2016年10月、バクラゼは中アメリカ大使に就任。ありがとうございます。